香川の4チームのホームゲームプレビュー、4スポ週末ゲームプレビュー。12月13日19時試合開始、14日13時試合開始、観音寺市総合体育館で行われる高松ファイバーローズ対秋田ノーザンハピネスのプレビューです。はい、一緒に伝えていただくのはナビゲーターの藤沢翼さん、そしてスペシャルゲストは香川県バスケットボール協会 BJ リーグ担当理事の鳥口隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。それでは5分間ですので早速いきたいと思います。はい、では藤沢さんお願いします。はい、スタート。ではまず藤沢さん、高松ファイバーローズの状況を教えてください。はい。高松ファイバーローズ、収録の関係でちょっと11月いっぱいの成績とさせていただきますけれども、11月30日現在、18試合を戦って7勝11敗、ウエスタンカンファレンスの第6位ということになります。まあ先日からの試合で連敗しているファイバーローズなんですけれども、鳥口さん、そうですね。高松ファイバーローズ、現在の状況どうでしょう？横浜、長野とね、連勝を飾ったんですけれども、はいはい、その後滋賀、岩手にね、連敗、4連敗となってしまいました。ただね、やはり相手、強豪チームですよね。そうですね。戦えない相手ではなかったんですよね。はい、本当に岩手なんか特にね、日曜日、これ、岩手の連勝を止めるのが高松になるんじゃないかなっていうようなね、はい、熱い試合をしてくれたんですけれども、はい、第4クォーター惜しくもね、力尽きてしまいましたけれどもね。はい、本当に戦えない相手ではないですよね。ということで、まあそういった話の中からなんですけれども、まあやはりオンザコート3、外国人プレイヤーが3人コートに立てるという第2クォーター、ね、さらには第4クォーターの戦いというのは非常に重要になってくるんじゃないですか。そうですよね。だから先日の、ね、負けた試合もやはり第4クォーターで失速してしまったというところが、ね、ありましたからね。はい、そんな中なんですけれども、今度のホームゲームというのが12月13、14、観音寺で行われる秋田ノーザンハピネス戦。イースタンカンファレンスの、まあ、強豪中の強豪です。おそらくね、得点力ではもうリーグナンバーワンでしょうね。そうですよね。もうその外角のスリーポイントも強いし、またインサイドの外国人選手も強いというね、まあ、どうやって止めるんだろうかなって思うんですけれどもね、はい、ファイバーローズには米澤翼というね、本当にディフェンスの素晴らしい選手がいるんですよ。そうなんですよね。うん、はい、まあ米澤選手がしっかりとこう、うん、外の選手もしっかりとね、こう、うん、マークしてつけてついて、で自分でもまあ逆にね、オフェンスの時にはスリーポイントを決められる選手ですね。そうなんですよね。でまたね、日本人だけじゃなくてね、外国人選手にマッチアップしてもね、止めるんですよね。なるほど、これがすごいところなんですよ、彼のね、ハートも体も強い、うん、そういうことなんですね。ただそんな中なんですね、秋田ノーザンハピネス、まあ、データ見ても本当にスリーポイントここまで決まるかというような、ね、状況なんですけれども、まあ、外国人ばっかりね、気を取られてると、うん、外からポンと決められちゃう。そうなんですよね、竹野、今、おそらくスリーポイントリーグナンバーワン、そしてまた田口というね、はい、もういぶし銀のようなプレイヤーがいるんですよ。はい、本当に私大好きなプレースタイルで、本当にもう基本をきちっとやって、はい、なおかつ、スリーポイントを決めるというね、うん、もう外国人選手だけじゃなくって日本人選手もね、素晴らしい選手いますからね、ただね、はい、やってくれますよ。なるほど。ファイバーローズの選手もね、はい、本当数字だけ見ていくとね、うん、この田口、竹野のもうスリーポイント 40% 超え成功率がね、この辺なかなかきついもあるなっていう感じなんですけど、うん、じゃあ、米澤翼の名前挙がりました。一方で外国人選手、ファイバーローズ、まあ一人挙げるならどうでしょう。まあ、もちろんディクスタ・ライオンズ、去年、はい、おととしと本当にファイバーローズのエースだったんですけれども、彼、今シーズン少しタイム、プレイタイムを、ね、減らしてるんですよね。はいはい、はい、ワッツというね、ジャスティン・ワッツという素晴らしい選手が入ってきました。19番のプレイヤーです。はい、ノースカロライナ大学出身でね、うん、本当に身体能力が高い、うん。で、彼がね、こう、ライオンズ選手がね、コートにいて、うん、また、ワッツ選手も一緒にコートに行ってるという、なんか伸び伸びとプレイしてるんですよね。なるほど、なるほど。それはね、楽しみですよ。わかりました。じゃあ、このワッツ選手の活躍以下によっては、まさにこの秋田ノーザンハピネッツの、まあ、勢い、そして力を止めることができると。そしてファイバーローズの勢いがつくとね。なるほどね。特にまあ場所もいいんですよね、カウンシーズ。そうなんですよ。一昨年からね、はい、カウンシーズ始まりましたけど、はい、まだ4勝0敗ですからね。はい、何かが起きます。なんつっても鳥口さんの地元ですから。負けるわけにもいかないです、ね。そういうことです。はい、ということでね、まあ、何かが起きるこの観音寺の戦い、ぜひ注目していただきたいなというふうに思っております。まあ、イースタンカンファレンス、昨シーズンもね、ファイナル残った秋田ノーザンハピネス、そうなんですよね。厳しい相手ではあるんですけれどもね。
ぜひ注目いただきたいと思います、はい、鳥口さん、藤田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、12月13日19時試合開始、14日13時試合開始、観音寺市総合体育館で行われる高松ファイバーローズ対秋田ノーザンハピネッツ、皆さんの熱いブーストよろしくお願いいたします。本当に頼みます。ここからでも勢いつけて、そうですね、年内を終えて、そしてさらに貯金を作っていく戦い期待したいですね。はい、はい、鳥口さん、またよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。地味に余った。